オーベルニュ地域圏は、フランスの中南部、中央山海に位置する、かつて存在した、地域圏である。フランスの中央高地に相当する地方である。四方を陸に囲まれており、ローネアルプ地域圏、ブルゴーニュ地域圏、サントルイコールバルドロワール地域圏、リムーザン地域圏、ミディコールピレネー地域圏、ラングドックルシオン地域圏と接している。主婦はクレルモンフェラン。 歴史的にもこの地域は現在と似た区分で存在しており、クレールモンフェランも古くからの中心都市であった。面積は日本の近畿地方と同程度、人口は沖縄県程度。2016年1月1日にローヌーアルプ地域圏県と統合し、オーベルニュローヌーアルプ地域圏県となった。ビュイドドーム山クレールモンフェラン山脈や旧火山があり、肥沃な土地に 湖や牧草地帯が広がっている。豊富に良質な地下水を産出することで有名。日本でもおなじみのミネラルウォーターであるボルビックはこの地方で採水されたもの。主要産業は農業で長くパリやマルセイユ、リオンなどに出稼ぎに出る住民が多く、フランス国内でも比較的開発から遅れた地域であったが、近年は金属工業の発達や、 観光産業の進行により、徐々に活性化してきている。主婦のクレルモン・フェランは、世界有数のタイヤメーカーであるミシュランの本社所在地として知られる。同社がオーナーとなっているトップ14ラグビーチーム、ASM クレルモン・ウォーベルにも同地に構える。ピュイ、県アリエ県カンタル県大戸、県、ありがとうございます。